憧れてるダンサーは、まあ、ずっとお世話になってるアキコさんとかヨシエさんとか、あとビーバップのメンバーさんとか、まあやっぱその中でもセイジさんとか、そうですね、なんか実際に自分が近くで見させていただいて、なんか本当にかっこいいなって思いますね。あとはまあ同世代はもう本当にうまい子ばっかなんで、あれでも誰がとかはないんですけど、自分が好きなのはポッパーの楓っていう子なんですけど、そのさっき言ったの本いいよって言われた、言ってくれた子なんですけど、なんか異質っていうか、なんか雰囲気からやばいんですよね。なんかセンスがなんか飛び抜けてるっていうか、なんか引き込まれるっていうか、そうですね、同世代というか、まあ一番やばいなって思う人です。はい、まあ、でも自分で気持ち悪くならなければいいかなと思ってて、なんか自分が気持ちいいなって、音楽聴いて気持ちいいなって思いながら踊れてたらすごい最高かなと思います。あんま言うてタイプとかはないんですけど、まあ、さっきも言った何かに頑張ってる時に惹かれるんで、なんかそうですね、何かに頑張ってそこに真剣になってたらいいんじゃないですかね。見てますね、 DM とかコメントとか見てるんですけど、よく DM 見てないですよねって言われるんですけど、いや見てるんですけど、返すのをやっぱたくさんのコメントとか DM とかいただくので、そうですね、はい、なんかそこは暇な時に返し、ちょっとずつ返すように頑張ります。やっぱ気持ちいい音楽を聴いてる時ですか。あとはその気持ちいい音楽で踊ってる時とか、あと友達といる時ですかね。どうですかね、人それぞれだと思うんですけど、例えば振りだったら、なんか振りと振りの間の点で踊るんじゃなくって、その間の線で結ぶじゃないですけど、流れをしっかり、なんて言うんだろう、違和感なくスムーズにできたら、そういうのがついてくるんじゃないですかね。僕もわかんないですけど。ダンス人生だと3つあって、全部高校生の時だったんですけど、だったっていうか高校生の時なんですけど、まあ、1つ目は KOD で韓国に行って優勝した時で、2つ目はビーバップクルーのオーディションが確か18歳以上しか受けられなかったんですけど、ヨシエさんから受けていいよっていうのをいただいて、そのオーディションに合格して本番を踊った時、あと3つ目はずっと習ってた秋彦さんのビッグチーズカンパニーとして秋彦さんとその生徒のみんなで同じ舞台で踊れたっていう、この3つが結構自分の中で幸せですね。似合ってたらいいんじゃないですかね。なんか似合ってたらいいと思います、僕は。はい、自分の軸じゃないですかね、やっぱ人生の中での軸だとは思うんで、そうですね、一番太い軸だと思います。